はい、演説バンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございま す。ということで今回なんですけども、はい、またまたですけども、浜田真理さん、結構ね、あれを聞いてください、これ聞いてくださいってリクエストいただいたんで、で、浜田真理さんで、妹さんがおられまして、コメントで妹さんもすごいですよっていう、はい、ね、で妹さんのハモリがまたすごいんですよ。そう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 、なぜそれを扱わないっていう、失礼しました、ね、お叱りを受けました。存じ上げてなくて、妹さんがコーラスやってるっていうの、 それね、実は俺言おうと思って忘れてたんや。あ、そうなんですか。前回の動画で私知らないです。はい、はい、で今日はそれを存分に見てみようと思ってね。この曲がまた、あのラウドネスの高崎明さんっていうね、僕ね、うん、一時期よく、あのね、そんなにそのラウドネスの曲は当時聴いてなかったんですけども、はいはいはい、あのバンド雑誌あるでしょ。ああ、はい、ありますね。常にあの載ってたんですよ、高崎明さんって。ほう、キラーのなんか変形ギター持ってね。ほう、うん、キラーっていうメーカーの変形ギターで、はいはいはい、まあ、言うたらもう日本のその早弾きギタリストの、はいはいはい、ね、あの第一人者かどうか分かんないですけど、もう有名な方だったんですけどもね。今ってなかなかそういうギタリストっていないよ。有名ギタリストって今いないもんね、あんまり。ギターで有名になった人ってね、いないし、いないし。ホテイさんとかな、ヒデさん、X のヒデさんみたいな感じでないよねっていう感じで、ない、あんまりないですね、うん、で今回ね、浜田真理さんのね、Don't Change Your Mind めっちゃ日本語やけど、日本語や、ドンとドンとチェンジ・ユア・マインド、ドンとチェンジ・ユア・マインドっていう曲があってちょっと英語できへんので、もうちょっとかっこよく言いましょうよ、ほんまドンとチェンジ、もういいです、もう分かったから分かったから、もうユア・マインドっていう曲で、はい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 、これがその高崎明さんと、まあ、妹さんの、うん、と一緒にやられてる曲なので、これをぜひ聴いてみようということで、行きましょう、早速行ってみましょう。はい、はい、これ PV ですか？いや、ライブです。これは2000何年やったかな、19年ぐらいかな、この衣装やったら。なんか衣装は19年の衣装っぽいけど、うわー、うわー、かっけー、この人がいっぱいおるねえ、うわ、かっけー、うわ、なんかパンチ効いた人おる、パンチ効いた人おる。このパンチ効いたギターの人が高崎明さんですね、さっき。昔あんなんじゃなかったんですけど、すごいパンチ効きすぎですよ、すごいな、この方綺麗よな、浜田真理さんって。おかしい、おかしい、長いやすごい、すごい、うわえぐえぐ、ガチガチのやつやな、これな。あかん、もう俺この色気にやられるわ。だって綺麗に口から出てくる、だいぶパンチありますもんね。うわかっちょええな、あああああ、妹さんが後ろに入ってますね。しんどっ、うわー、もうね、高崎明さんが、いやでもね、この方に負けていません、浜田真理さん、さすがですわ。だってもう見た目からしてもうそこに目しかいかんっていう感じになるじゃないですか、うわ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 、ガチガチメタルっすね。すげえ、すげえ、ガチガチやな。あ、これ今妹さんがこのチェンジャーは何だ言うてんの、え、っていうことですか。ほら、
コーラス。これ妹さんが歌ってるんですか今。これ交代してんねん多分な。うわ歌えんねやこれ。姉妹、強烈姉妹ですね。すごすぎやろ。リバース、リバースここ変わってもいけるっていう。ちょっとこれはやり放題ですね。わかったねあ。ちょっと脳天やられるこれ。わすごっ、わすごっ。いやもうこうですわこう、うわーですよ、はい、ライブ行きてーこの方の。やばー、熱いなー、やばー、え、すげーすげーっす ねこれ。でも今でもこの女性でこんなどぎついメタルやる人いないですよね。私ね、私ねもうね、あのこれ言ったら非常に申し訳ないんですけど、うん、デーモン小暮閣下が何回か重なりましたよ聞いててこんなあのヒヤーいうとこあるじゃないですか。おお閣下となんか似て似通っとるぞこれはみたいなじゃあ10万と50何歳かもしれないかもしれないですよねほんまにすごいこれやばいすごいな、すごい。これでも妹さんもだからね、交代しても分からへんな、わ声ほぼ一緒さすが姉妹ですね。でも姉妹でもこんな歌えますかやばいわこれすごいな。でもたまげたわ。でも今の時代なんかさ、こういうガチガチのメタルっぽい曲をやってくれるのって俺嬉しいんすよね。俺ねメタル好きとして嬉しいんすよね。でも女性でこんなに激しい曲やりきるのってなかなかいないですよ。なかなかいないです。だってもうこれだいぶきついっすよ、うん、歌うの体力がもうまず追っつかんのでさ、サビのところあれ繰り返しなんかめちゃくちゃしんどいからうてどこで休むのみたいなもう無理、どこで休むもう無理あのキーでずっと歌い続けた感じのねえ、ああちょっともう血を吐くほどに言うてるんですけど、いやこっちが血吐くわいう話で、これさあのいや俺もその歌もすごいんですけどやっぱり色気がねやばいっすねやばいっすね。ちょっとね男性陣もも う, やばい、ね、もういろんな意味で大興奮っすよね。もう現場におる人うおーみたいになるけど、あのね、うん、芸術みたいな感じなんですよ ねめっちゃ綺麗ですよね。あのよくよく私ねもう今日は若干ちょっと免疫ついたんで、もうお顔とかそういったあの外見のところもちょっともう同じ女性としてね参考にさせていただこうと思って見てたんですけど、あのシワございませんでした。もう肌ツルツル、肌ツルツルで、やばないです、たるみないし思って。もうねあのこので僕色白好きじゃないですか色白いっすねそうそうそう、こんだけメタル 歌うのに、ね、すごく色白くて綺麗な方で、うん、もう足も綺麗でスタイルもいいし、ね、でもその細すぎず太すぎず、うんうん、すぐちょうどいいっていう感じの、ねね、もうあの風貌からこんな激しいガチのメタル歌うとかちょっとギャップが良すぎて、うんうん、いやもうやっぱりねもうメタルってちょっとセクシーさ出さんとあかんかったりするんですよね。あーなるほどね。どっちか多いでしょ、庄屋の寺田恵子さんとかも結構セクシー路線じゃないですか、その歌われる時って、うん、結構ここバーだしもう すごかったり足もこうスタイルいいじゃないですか。もうメタルって女性ってやっぱスタイル良くないときついんかなと思いますね。やっぱなんかザ・ロック、ね、なんかこうロックスターみたいな格好っていうよりか、うん、なんかやっぱドレッシーな服着てるパターンが多いような気がしますね、うん、確かに言われてみれば。ハルマナバリさんめっちゃいいですわ。ここはねここ手袋のところがね革じゃなくてレースっていうのがポイントなんですよ。そう見えるか見えへんかみたいな、これちょっと透けてんのあかんわ思てほんまによ私がこれやったらちょっと気持ち悪いってなるでしょ
すごい、まあ、すごいですね、すごい、これ姉妹でその同じスペックを持ってるっていうの ね。なんか妹さんが前に出て歌うとかってないんですかね。ですかね、その映像またね あるんやったら探したいですけどね。いや、はい、妹さんえぐあるんかな、そういうなんか映像もちょっとまあ、ね、コメントまた見返してみますけど、探してみてみますけどね。あーでもね、なんかねこの時代にこのガチガチのメタルとかロックほんまに僕はね、なんか今ないじゃないですか、新しいアーティストですこんなメタルロックやる人がいないでしょ、ゴリゴリやでしょこれも。そもそも激しい歌を歌うアーティストさんが、ま、今その激しい歌を聴く傾向にないじゃないですか、うん、どっちかというとおしゃれな方ね、うん、言っちゃってるところがあるんで、私自身こういうパターンで出てきても逆に新しいんじゃないのかなと思うけど、いやこれすげえわ、もうなんか出てきて切れ倒すぐらいの、切れ倒すぐらいのね勢いのやつな、ねだって今あの YOSHIKI さんみたいにドラムにダイブする人いないもんね。いないですねなんやったらあの昔よギターバーン壊すパフォーマンスがあったじゃないですか。ないっすもん、壊しちゃいけないっていうアンチが、ね、出てくるんやろな、ね、あんなやったら、ね、ないっすよ。いやでもなんかでもロックとメタルってそういうのじゃないのみたいな、それこそがっていうのがありますけどね。なんでしょうね、この日頃のさその鬱憤とかいろいろあるじゃないですか。これをそう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 、で僕らがこうコンサート見に行ってこれを見てあーってこうすっきりするんですよ、ね、いやー言うでねやっぱりねそれをするにはね僕はもう一番メタルがいいですよ、うんうん、はい、まあ、でももともとこれって怒りだったりとかっていう、うん、なんていうんですかね、まあ、いわゆる若干負の方に向かうような感情をぶつけて歌うものだっていうふうに私は思ってるんで、ロックだったりとかメタルっていうのは、うん、いやこれすげえわまあ、ギタリストが高崎明さんで、ねまあ、もう言わずと知れたラウドネスの高崎明さんですから、もうゴリゴリですからね、ゴリゴリでした見た目ゴリゴリ見た目もゴリゴリでしギターもゴリゴリですから、ゴリゴリでした。でも大好物ですけど私あの、ね、でも思って高崎明さんってあの何をやらしてもこの方天才なんで、そうなんですね、もちろんベースとか弾いても天才なんですよ、はい、ベースをギターのように弾く人なんで、ほうっていうのをあの X ジャパンのタイジさんが、タイジさんって元々の最初のベースの人なんですけど、うんうん、がインタビューで言ってましたね。へえ。なんかそのまあタイジさんもすごくベース上手いんですけども、でもなんかある日その高崎明さんと会って、うん、会ってっていうかなんか鉢合わせたんかなんか知らんけど、すごいちょっとベース貸してよって言われて貸したらしいんです、はいはい、太一さんがね、はいはいはい、で高崎明さんがこうベース持ってピーって弾いたんですけど、まるでギターのように弾いていたんでどんな感じどんな感じこの人はすげえってね想像つかねっていうぐらいの方なんですよね、見た目あんななんか派手な感じで、いやもう超ド派手です、レゲエっぽい感じなんですけど、超ド派手です本当に、うん、あの衣装も、うん、もうインパクトでしかないっていう衣装だったじゃないですか。昔はあんなんじゃなかったですよ、 今ちょっとこの何年かでああいうスタイルになったんですけど、まあギターはでも昔から変わらないあのキラーっていうメーカーのギターだったんですけど、でも大体あのギター雑誌には高崎明さんってよう載ってたんです。すげえな。当時のヤングギターもそうやし、はい、あのもっと若者向け10代向けのバンドやろうぜっていう雑誌にも高崎明さんってちょこちょこ載ってたんで、だからお名前とその何してたかぐらいは僕は覚えてるんですけど、ただ当時その僕ラウドですってあんまり聞いてなかったんですよ。でもこのコラボいいですね、このゴリゴリコラボゴリ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 のコラボがいいですね。これ女子で歌うっていう感じですもんね、やっぱその周りの爆音に負けてない声量すごないです。だいたいこういう風なロックとかメタルやると潰れちゃうんですよね、ボーカルが。だからそれを突き破るだけの音質と音量を保てるって女性では奇跡的ですよね、どちらかというと、うんうん、これでもずっとやり続けてほしいね、やってほしい、ね、でも浜田真理さんで、まあ、ちょっとご年齢のこと言うのはあんまりあれかもしれないですけど、うん、もうすぐ還暦ですからね。ねえ。でもその還暦になった浜田真理さんを俺は見たいな。いや見たいです。そのパフォーマンスをぜひ見たいなと。ねえ。きっと素敵なんだろうなと思います。あこの音域モデルすっ
ごい、このゴリゴリ感が、あえてこのゴリゴリ感がいいですね。僕は本当と今ないからな、ね、このゴリゴリない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 、ね、ナイスナイス。あの新しい人ってこういうのやらないですから、うん、今、うんうん、だってしんどいっすもん。しんどいです、はい、しんどいっすもん。これね、演奏も大変やから。そうそう、メタルって何が大変かって言ったら全員しんどいんですよ。全員スポーツやってるぐらいの勢いなんで。早いですから。そう、早い。これとかでもずっとこうツーバスでこうずっとこんなんでしょ。まあそんなに難しくないんだろうけど、うん、でもこれをずっとやってなあかんとか、まあ、まあ、何しかね、早い曲ってねしんどいんですよね。そう、みんながしんどい。あの頑張らなあかんから。そういうのもあるんかもしれないですけども、まあでも僕は好きやな。こういう時代がちょっとね、うん、バンドでこうゴリゴリしたやつを見れるっていう ね、時代がもっと来てほしいなと思うんですけどね。なんかもっとこう感情をむき出しにするような感じのね、うん、なんかこう曲とだったりとか、うん、ね、グループだったりとかっていうのがあってもいいんじゃねえのって思いますけど、まあちょっとまだ見たいですね。見たい、浜田さんもね。うん、てか私ライブ行きたい。ライブ行きたい、純粋に。いっぱい稼いで、いっぱいね、いっぱい稼いで、いっぱい見に行くやな。わかりますかね、この CM 超懐かしい。ノバ、はい、ということで、今回浜田麻里さんのね、はい、曲名ごめんなさい、Don't Change Your Mind ですね、はい、はい、を聞いてみましょう、はい、ということで、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。なんかライブ中こういうタイプの曲ひたすら歌い続けてるんですかね。いや、まあまあそうじゃないと思う。さすがにこれだって焼肉カルビずっと出てきたら嫌やん。いやでも歌う側絶対頭の血管切れますよね。やっとったらずっとキーッてなるから。いろいろこうな曲を混ぜてるやろけど。まあそうですよね。まあそうですよね。うん。まあでも私一曲だけでもう無理ってなる。すごいわ。これでもなんかね、あの見た目のスタイルはすごく僕森口博子さんに似てるなと思って。色の白さとか、まあ、お顔は全然違いますけど、うん、その雰囲気、確かに森口博子さんをロックにした感じってか。え、これ最強ですね、うん、ねえ、まあ、声も全然違うんやけど、うん、見た目とか雰囲気はね、なんか僕ね色白大好きなんですよね。でもかっこいいなぁ、ほんと。そんなでも、確か大柄じゃなかったはずやもんね、浜田麻里さんね。普通ぐらいだと思いますね、女性やったら多分。多分そう違いますかね。ウィキに身長とかあったんかな。いやでも。ウィキ大体載ってるもんな。たまに間違えてんねんけどな。平均ぐらい違いますか？見てたら。ね、もうすごい、なんかタカラジェンヌみたいに見ちゃ、うん、長いか言われたらそういう印象でもなかったんで、はあ、これ書いてるかな、書いてないか、書いてないか、身長までは。あーでもなんかちょっとすごいわ。うん、書いてないですね、うん、でもやっぱりねすごすぎて、うん、ドンキーで頭殴られたみたいな感じになってますね今。はぁみたいな。158センチって出てきたけど本当かなこれね。まあそんなに普通ぐらいですね。ちょっとちっちゃいぐらいもんな、今時やったら。この体格であんな声量出んの、うん、細いですしね、うん、あれで滑覆あったらまだ分かるんですよ、うん、そもそも僕その浜田麻里さんっていうのはその名前は知ってたけど、うんうん、内容までをじっくり見てなかったんで、ちゃんと聞いたことなかったですよね、うん、今までね。だってもうこの動画でやってるアーティストってほぼそうやからね、うん、ちゃんと聞いたことない方ばっかりを、うん、取り上げてる感じになるんで、うんうん、いやもうちゃんと聞いてなくてすいませんでしたって思いますもん、うん、もう皆さんに向かって。いやでも、まあ、浜田麻里さん今もやられてますから、ね、いけますよ、いけますよ、すごい、はい、いやすごいわ。もう本当に私の憧れるその女性像なんですよ、このロックがね。ランさんもそうなんですよ、実はね、ロック好きなんですけど。そうなんですよ、歌えないんですよね、ランさんはね。なかなかね、やっぱね、女性でロック歌うってやっぱ特殊な人間じゃないと無理っすわ。
ランさんをね、なんか何回か挑戦したけどやっぱりうんっていうのがあって、ロックでもちょっとソフト寄りにせんとちょっとっていうのがあるね。無理ですね、激しいのになるとやっぱり、ね、ここまでってもう声がね無理、ここまで鋭い声出せないと無理なんですよ、うん、ロックってやっぱりね、これ ね、 あのねメタルはね高い音なんですよ、うにゃーいう声でしょ、メタルは高く歌うっていう、じゃないと数ある爆音出してる楽器の、うん、あの音量突き抜けて前出ないんすよね、高音じゃないと低音は響かないだからほぼメタル歌ってる人声高いっすもんね、うん、そうそう高いですね、こういうヘビーメタルは高いですね、え、あのまあデスメタルとかスラッシュメタルとかちょっとそういう系のはちょっとあれはまたちゃいますよ、低い声の人もデスボイスでうわーいうやつでしょあれはあれはもう喉喉お茶になりますので、あれも大変ですよ、あれはずっとやってると、もう喉脂肪でございますわ、うん、ほんまに、うん、すっげーわーやりたいけどな、多分やりたいけどな、こんなな、うん、気持ちいいやろなと思うわ、うん、もうこんだけ声出たらこんだけ出たらねめっちゃ気持ちいいなと思う、毎日ストレス発散ですわ大丈夫だねー言うてね、あんな声出えへんわっていう話で、うん、ということでね、あーすごかった、はい、オフショートでございました、はい、ありがとうございます。10月